はい、前川です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は問診についてお話していきたいなと思います。おそらく、ほとんどの治療科の方は問診をしていると思うんですね。まだ中にはね、話を聞かずにそのままベッド寝てね、はい、マッサージしますよというところももしかしたらあるかもしれないですけども、多くの先生はね、問診をしていると思います。でも、ほとんどの先生は問診について習ったことがないと思うんですね。こういうこと聞いてとか、こういうふうな説明をしてとか、そういったのって聞いたことがないと思います。なので、問診って何のためにするかっていうのも聞いたことがないと思うんですね。なので今日は何のために問診をするのかという話について、していきます。で、問診なんですけども、問診っていうのは自分の意に合ってるかどうか、自分の意に合ってるかどうかっていうのを見るためになります。言うたら面接なんですね、面接。で、自分のために合ってるかどうかっていうのは、自分の院の雰囲気とかもありますけど、自分の技術に合ってるかどうか。もっと言うと、自分の技術で対応できるのかどうか。そういった部分は見てます。でも、多くの方はそこしか見てないですよね。自分がやって、この方が良くなるのかどうか。そういった部分でしか見てないと思うんですけども、そうじゃなくて、その前の段階として、自分の院にふさわしい患者さんなのか、自分の、見たい患者さんなのかどうか、っていう部分を見るための問診ですね。問診。もしね、スタッフ雇われている先生がいたら、必ず面接をすると思うんですね。面接をする。それなんでするかっていうと、自分の院に合ってるかどうか、っていうのを見るためにやると思うんですけども、患者さんも一緒です。患者さんも一緒。その人の考えが自分の院と合っているのかどうか。もしかしたら、隣の整骨院さんとか、隣の病院とか行ってもらった方が、その方にとって、いい部分がもしかしたらあるかもしれないですよね。例えば、うちであれば、マッサージはしないので、マッサージを求められているのであれば、うちで治療するよりも、そういったことをしてくれるところに行ってもらった方が、やっぱりその方にとってもいいと思いますし、うちにとってもいいと思います。そういったのを確認するための、面接です。面接。まず一つ目。面接っていう、こう意識を持ってやっていただきたいと思います。じゃあ、具体的に何を聞いていくのかっていう部分に関してはまた、次回の動画でお話していきたいと思います。今日はまず、問診は面接なんだっていうのを、分かっててください。では、そんな感じで今日は終わります。さよなら。